新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう新たに253人の感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認されたのは253人で居住地別では奈良市が70人生駒市が33人天理市が21人などとなっています現在の感染者の数は3363人で重症者はいません 死亡例の発表はありませんでした。続いて県内の病床使用率です。重症対応病床は零パーセント、入院病床全体では十五パーセントとなっています。曜日ごとの新規感染者の数です。前の週の同じ曜日を下回るのは六日連続です。また桂木市は今日。 新型コロナワクチンの3回目接種で、市民2人に2回目の接種から6ヶ月に満たない感覚で誤って接種したと発表しました。2人に健康被害は確認されていないということです。市は医療機関に対し、改めて注意喚起し再発防止に努めるとしています。次です。